まずその給料が保障されているっていうことがまずあります、ね、それで生活の基盤が安定しているとで、その上でやりたいことをやれるって、こんな素晴らしいことはないと思っています。まず皆さんそれぞれ将来どんなことをしたいっていうのを漠然とでもですね、イメージを持っていただいていると思います、まあ、その夢をですね、具体的な目標という形にして、目標というのは何年後に何をやりたい、どういうぐらいの事業規模でというのを目標を持っていただいて、それを逆算してそれまでにこれから何をやらなきゃいけないかということを企画にして、それを社内で交渉すると、その交渉術まで勉強していただきたいと思っています。自分の今まで気づかなかった自分自身の可能性を広げていただけるというところだと思っています。何かやりたいんだけどまだよくわからないといったところを、まあ、インタビューなり宿題なり出して、それを気づきを与えるというか、引っ張り出してそれを目標にして計画を立てていくということもやっていますので、まだ何か決まっていないけど、とにかく何かやりたい、やってみたいなという方はぜひ来ていただきたいと思います。